はい、レッスンプライベートレッスンの田中です。今日やったのはフリーとかじゃないんで、なんか簡単な説明になるんですけど、このポップの基礎であるこの体重移動に関して、でこれに関してはもう何だろう、何回かプライベートレッスンの方やった人は言ってると思うんですけど、しっかりかかとで踏んであげるのと、今日簡単に説明したやつを言うと、こういう鏡の線とかを使って自分の軸の位置をこの鏡の線だとして、どっちも比例して動けるように、鏡に対してどっちも均等に動けるようにしていると、こういう体重移動体幹の使い方がすごく分かりやすくなると思います。はい、まあ、なんか振りとかじゃないんで、曲に乗せて踊るのが基本なんですけど、まあ、こういう地味練なんで、こういうのは自分のペースでやるのも全然 OK です。はい、そんな感じです。